い、皆さんこんにちは。小林夫婦のまみです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね、私が、いつもね愛用しているユニクロコーディネートをしてみたいと思います。最近ね買ったものもあるので、今日はそのあたりも紹介しながら、ちょっとだけねコーディネートをしてみたいと思います。はい、だいぶね秋が深まってきたんですけど、まだまだちょっと暑い日もあったりして、もう今日何着ようって迷って出る方も多いんじゃないでしょうか。もう私が特にそうで、まあなんか更年期もあるのか、もうね途中でカーッとこう汗がね出てきてしまったりとかってあるので、中はこんな感じの今日もねタンクトップを着ております。で今日はですね、朝からちょっとお掃除を頑張りまして、そして今歯医者に行ってきました。はい、そんな感じの今日休日なんですけど、そうだと思って最近購入していたユニクロの紹介を皆さんと共有してなかったなと思って、今日はですね撮影をしております。よかったら本日の動画も最後までお楽しみくださると嬉しいです。最近まで着ていたユニクロの服が今ここにかかっております。本当こちらのこのワンピース、これもねすごい今年の夏大活躍しました。ねすごい可愛いですよね。柄がすごく可愛くって、結構ね着ました。はい、今のね時期はちょっと肌寒い時はこれに黒のカーディガンなんかを合わせて着ていました。これはねユニクロ C のものですね。はい、こんな感じです。そんな感じでですね、ユニクロって本当に季節問わずシンプルなので、いろいろなコーディネートに合わせることができるので助かっています。はい、ということで、皆さんご存知でしょうか。最近ユニクロのコラボといえば英国ブランド、ロンドン発のブランドですね、なんだっけ、J.W. アンダーソン、はい、J.W. アンダーソン、カンペを見てる。ファッションデザイナーのね、ジョナサン・アンダーソンが手掛ける、英国の伝統的なファッションをベースにしたデザインになってるものが発売されました。で、早速、私もね、見に行ったんですけど、すごい可愛いお洋服が揃ってました。今回のこのコラボのお洋服、私はですね、珍しくシャツを買いました。はい、これはですね、メンズのコーナーにあったんですけど、サイズは S サイズですね。ここに見てください。今回のコラボの特徴となる、こういったね、すごいかっこいいロゴが入ってるんですね。おしゃれ感がアップしてるんじゃないかなと思います。肌触りはね、本当に柔らかい生地で、すごくね、着やすそうなんですよ。すごく柔らかいんですよ。もうシワにもね、多分なりにくい感じで、これはですね、おしゃれの幅がすごく広がると思います。後ほどちょっと私なりに好きなコーディネートで着てみたいと思うので、最後までご覧ください。こちらの、ヒートテックの靴下を買いました。これもですね、このコラボのマークがね、ついていますね。すごい可愛いでしょ？2色を購入しました。すごく可愛い。シンプルなコーディネートの時に、こういった感じの靴下が、チラチラっとつま先から見えたら、すごくおしゃれなんじゃないかなと思うし、あとね、ヒートテックなので、本当足元冷えやすい方なんかはね、すごく重宝する靴下なんかじゃないかなと思います。はい。今回はですね、ニットの帽子も、購入しましたですね。ヒートテックの帽子になります。ニット帽になります。はい、はい、そしてですね、今回は黒のねワンピースを買いました。こちらはですね、コンビネーションワンピースです。コンビネーションワンピース S サイズを購入しました。このねウエストのあたりから切り返しになっているんですけれども、見てください。こんな感じでプリーツが2種類のプリーツになってるんですよ。お腹のところはすごくすっきり見せてくれるように、もうストーンと下に落ちる、プリーツになってるんです。細かいプリーツになってるんですね。なのでお腹周りとか腰周りが結構ね気になるよっていう方なんかもすっきりと着れるんじゃないかなと思います。裾に行くとちょっとまた表情が違うプリーツなんですね。こんな感じ見えますか。動くとね、すごく綺麗に波打つんですよ。
ただですね、こちらあの裏地がついていないので割とこう薄い生地になります。なのでやっぱりペチコートとか、あるいはあのヒートテック、冬はヒートテック の、 あのレギンスなんかを合わせると足元寒くなくっておしゃれが楽しめるんじゃないかなと思います。ロングスカートですけど中にブーツをインするっていうね、そうすると足元 の、 あの冷え対策にすごくなるのでおすすめです。お次はこちらです。ユニクロ C の、ベストを購入しました。ダウンベストを購入しました。はい、こちらはですね、本当になんかちょっと発売してからちょっと経つのかな、あのずっとね悩んでたんですけど今回購入しました。特別お安くはなってなかったんだけど、やっぱりねあの今年ちょっとまだあの全然寒くならないじゃないですか。なのであの特に静岡県まだ暖かいので、こんな感じのダウンベストがあるとおしゃれの幅がね広がるんじゃないかなと思って今回はね購入してきました。気に入ってほしいなと思った点がやっぱりこのショート丈なので、私のように低身長の方はすごくねバランスが取りやすいですよ。あの丈が短いと、なのでどんな風に合わせたいかというと、こちらのコンビネーションワンピースにこんな感じで合わせたらね可愛いかなと思って購入してきました。可愛いでしょね。ほらこんな感じでですね、ワンピースじゃなくてもパンツや普通にスカートに合わせても合うんじゃないかなと思って購入しました。めっちゃ可愛い、このコーディネート好きです。この色合いもすごく好き。はい、お次はこちらです。こちらはですねボアフリースリラックスカーディガンです。オフホワイトの S サイズです。心地がとてもいいです。表面の肌触りと裏と全然こう質感が違うので、中はこうもちもちしとしとっとした感じでお肌に当たっても全然チクチクしない感じです。はい、中にあのライトダウンなんかを合わせて防寒対策してあの着ることもできると思うので、とってもあの使いやすそうなカーディガンを購入しました。こんな感じでボタンもすごく可愛い。はい、お次はですねこちらラストになります。じゃん、珍しくね私ねユニクロでね今回バッグ買ったんです。とてもね柔らかくて使いやすそうなバッグなんですよ。ブラウン今年すごく人気みたいで、こういう濃いめのブラウン、これ差し色になってねいいんじゃないかなと思いました。あとはですねこのバッグのすごくいいところがこの長さ調節ができるんですけれども、今このぐらいの長さだと割と長めなので、こういう感じで斜めにかけてもちょうどいい感じ、もうちょっとね短めにしてみたいと思います。はい、でこういう感じで長さ調節ができるんですけど、これがね結構どうするのって思うじゃないですか。これね、じゃん、見てここ、ほらこんな風にベルトを通すあのところがついてるんですよ。なのでこのベルトをですねこんな風にしてちょっと、はい、はい、こんな感じで収納します。はい、こんな感じ、かわいいでしょ、見てほら、ほら中はこんな感じ、はい、たっぷりと入りますね。私なんかね結構あの荷物が多い方なんですけれども、あの長財布もしっかり入る大きさです。ただね2箇所あのちっちゃいポケットが2つついてるので、まあ、あのこまごましたものはこちら側に入れることができますね。お財布だったり携帯だったりあのいろいろ入れて持ち運びしやすいんじゃないかなと思います。もう何よりもとってもね柔らかいのですごくあの持ちやすいです。そして軽いです。やっぱ握力もだんだんねこう低下していくんですよね。で重たいものをずっとこう背負っているのももうしんどいなっていうふうに思う時もあるので、カバン自体があまり重いおカバンだとさらにそこに荷物を入れてもう途中でちょっと腕が痛いっていうふうになるような時も多々あるんですけれども、もうそういう心配がもうほぼないんじゃないかっていうぐらい軽いです。で軽いしおしゃれだしポイントになるしたくさん入るし、お値段からするともうびっくりする感じの
ものになってます。はい、すごく気に入りました。今回の一番推しのこちらのコーディネートを今からちょっとね実際にしてみたいと思います。こちらのスカートをこういうコーディネートにこのブーツ合わせたらもう間違いなく合うんじゃないかなと思います。はい、ということでね、早速ね今からこちら着替えてみたいと思います。はい、着替えてきました。こんな感じどうですか。はい、じゃあちょっと全身を撮ってみましょう。ニットの帽子をよいしょこんな感じで、はい、こんな感じで合わせても可愛いですよね。そして先ほどのこちらのカーディガン、こういうのにね合わせても、はい、こんな感じです。はい、このワンピースもねとってもね着やすいです。形もやっぱりねすごく綺麗、やっぱり試着してね一目惚れだったんですけれども、このちょうどおへその上、この溝打ちのあたりぐらいからの切り返しなんですけど、お腹のこの下はストンとやっぱり落ちるプリーツなんですよね。でそこから違う種類のプリーツが施されているので、歩いたりした時にすごくこう動きが出ますよね。はい、ではですね今から、ちょっとねお茶をしに行こうっていう約束をしていて、もう時間がね迫ってるので今から早速着替えて行きたいと思います。今日はね珍しくタンちゃんもすごく調子がいいので少しね外お散歩連れて行きたいなっていうふうに思っているので、あんちゃん連れて公園に遊びに行きたいと思います。はい、それではカジュアルな、装いに今からチェンジしたいと思います。チェンジ。はい、着替えてきましたどうですか、こんな感じ。はい、すごいカジュアルな感じに変わりました。はい、タンちゃんのお散歩にこれで行ってきたいと思います。めっちゃかわいい、このロゴもすごいかわいい、はい、こんな感じで来たらね結構ちょっとね女性らしい感じ、カジュアルだけどちょっとこう女性らしい感じで着こなせるんじゃないかなと思います。ジーンズ履いてるんですけど、これもねユニクロです。ウィドパンツ履いてます。まあ、こんな感じのちょっと濃いめの色のジーンズに合わせてもすごく合うんじゃないかなと思います。先ほどのこういうブーツに合わせてもいいし、普通にスニーカーと合わせても合うんじゃないかなと思います。はい、髪の毛はですねちょっとまとめてみました。やや巻いてみましたちょっとこうカジュアルな感じの時って少しこう巻き髪というかカールをつけてあげるとすごく女性らしさも出るんじゃないかなと思って、はい、髪型も変えてみました。はい、返してということで、今日のコーディネートはこれで終わりたいと思います。じゃあ今からねタンちゃんのお散歩行ってきたいと思います。行ってきます。You're the cure to all my pain.
うん。